古今帝新章、五代目古今帝新章、古今帝新章、1890年、明治23年6月5日から1973年、昭和48年9月21日は、明治後期から昭和秋にかけて活躍した、東京の落語家。本名、見延べ幸造。生前は、落語協会所属。出林は、一長入り。戦後の東京落語界を代表する。 落語家の一人と称される。長男は十代目金原定馬生、初代古今亭、新長、次男は三代目古今亭新長。孫に、女優の池波氏の、十代目馬生の娘。1890年、明治23年、東京市神楽神高めずみ町、現、東京都千代田区外神田の生まれ、父、見延守行、見延守ゆき、母。 中の逸を出自は、好位の氏族。聖家は、菅原道真の子孫を称する、徳川直さん旗元であった身のべけで、祖父は、赤城神社の養殖を務めた。明治維新の際の支給金を、父の代で全て使い果たし、構造が生まれた頃父は、警視庁で巡査をしていて貧乏暮らしだった。しかし子供の頃から父に連れられ、寄席で売られるお菓子目当てに寄席が酔いをした。 下屋下屋北稲荷町、現在の台東区東上の五丁目に転居し、1897年、明治30年、下屋人城小学校に入学。1901年、明治34年、小学校卒業間際の11歳の時、素行が悪いため退学させられ、奉公に出される。奉公先を転々とし、朝鮮の刑場、現在のソウルの印刷会社にいたこともあるが、 すぐに逃げ帰った。1904年、明治37年には、北稲荷町から、浅草区浅草新畑町、現在の台東区浅草一丁目に移転し、ここを本籍にした。博打や酒に手を出し、宝刀生活を続けた末に家で、以来、二度と実家へ寄り付かず、親や溶接した兄弟の死に目にも会っていない。この頃、芸事に興味を抱くようになり、天狗連、 素人やセミプロの芸人集団に出入りし始める。1907年、明治40年頃に、三遊亭窓か生、二代目三遊亭小炎朝、門下、本名、堀善太郎の門で、三遊亭成長を名乗るが、まだプロの芸人ではなく、セミプロであった。同時期、左の二の腕に、般若の入れ墨を入れたという。1910年、明治43年頃、 二代目三遊亭昭園朝に入門し、三遊亭朝田との前座名を名乗る。五代目新昭自身は、当時名人と称された四代目立花や、縁、京の弟子であったと、生涯語っていた。1916年から1917年、大正五年から六年頃、三遊亭窓下菊を名乗り、二つ目になる。1918年、大正七年、四代目古根亭。 新正門に移籍し、金原邸馬太郎に改名。その後、1921年、大正10年9月に、金原邸馬金を名乗り、新内に昇進する。1922年、大正11年11月、清水林と結婚。1924年、大正13年1月12日に、長女、三一子。1925年、大正14年10月7日に、 次女、君子、後の三味線、豊太郎、1928年、昭和3年1月5日に、長男、清後の十代目金原定馬生が誕生。笹塚から夜逃げして、本塾、成平橋の、いわゆる、なめくじ長屋に引っ越したのはこの年である。なお、この間に、1924年、大正13年三代目古今帝神馬を、名乗っている。 当時の実力者だった五代目三少尉枯渇に立てついたことで落語界での居場所を失い降尺死に転身する。謝罪して落語家に戻るが一向に食べられず当時人気者であった柳屋金五郎の紹介で初代柳屋五郎門家に移るが今度は師匠の羽織を仕入れして顔を出せなくなった。その後詫びがなって復帰したものの前座同然の扱いで貧窮極まる。 腕はあったが愛嬌がなく、周囲にうまく合わせることもできず、結果として金銭面の苦労を強いられた。この頃の五代目新章は、身なりが悪く、死に髪、上髪の吐き出されなどのあだ名でばれ、仲間内や寄席の関係者から軽んじられて、寄席でも浅い出番での出演だった。バスへの寄席、いわゆる、端席を回って、どうにかここをしのいでいたという、一部の構図家からは、評判が良かったが、 売れ出すのはもう少し先のことになる。この頃、染物屋の若旦那である、宇野忍のの家によく出入りして、世話になっていた。当時、宇野は、浅草、橋場に、親の貸屋があり、その借屋寮で生計を立てながら、劇作家の修行をしていた。1932年、昭和7年、再び三代目古今帝神馬を名乗る。 落語会入りしてから長らく売り出せず苦労した五代目、新商だが、この頃になってようやく少しずつ売れ始める。1934年、昭和9年9月に七代目金原定馬製を襲名。1938年、昭和13年3月10日、次男、京津に、後の三代目古今亭新昇が生まれる。1939年、 昭和14年に五代目古根帝、新章襲名。朝太しから新章襲名まで16回解明した、詳細は、解明編歴参照。1941年、昭和16年、神田花月で月齢の独演会を開始。客が大勢詰めかけるほど好評だったが、この頃の五代目、新章の客は話をじっくり聞いてくれるような良い、客ではなかったという。 1945年、昭和20年、陸軍十平部から、異門芸人の取りまとめの命令を受けた、小畜演芸部の仕事で、同じ落語家の六代目、三遊亭演唱、公爵士の国石港、二代目猫友犬白地、広志、三子の名で、夫婦漫才をやっていた、坂野博史らと共に、満州に渡る。満州映画協会の冒険である。 満州園芸協会の仕事を受け負ったがそのまま、終戦を迎えて帰国できなくなり、現地で引き上げ船の出港を待ちわびながら、生死ギリギリの生活を強いられる。1947年、昭和22年1月12日、命からがら満州から帰国。同月27日帰宅。帰国がニュースに取り上げられるなど注目され、あとは一気に芸、人気とも勢いを増し、 寄せはもちろん、ラジオ番組出演なども多くこなす大変な売れっ子と、なった。あちこちで仕事を掛け持ちするので、寄せの出番よりも、自分の都合を優先してしまい、周囲から、わがままな仕事ぶりを非難されることもあった。この頃から、人形調整広で、あまり一の日に独演会を催すようになった。八代目桂文楽と並び称されて、東京の落語家を代表する大看板として推しも、 されもせぬ存在となり、全盛期を迎える。1953年、昭和28年には、ラジオ、東京専属、翌年には、日本放送専属になる。1956年、昭和31年6月、自伝、なめく時間帯を発行。五代目新章当人は読むのは、まだしも書くのは増えてで、弟子の初代金原定和の助による聞き書きであった。 同年12月、お直しの公演で芸術祭賞を受賞する。1957年、昭和32年、八代目文楽の公認で落語協会四代目会長に就任。1963年、昭和38年まで会長を務める。五代目、新章の公認の会長を選出する際、一部で二代目、 三遊亭演歌を公認に押す動きがあり、二代目演歌本人も会長就任に意欲を示していたが、五代目新章は人気や活躍の期間では演歌の方が上が、芸の力量では演唱の方が上と判断し、力量重視で六代目演唱を公認に押した。一時は対立を回避するために八代目文楽が会長に復帰することで人事は決着したが、 1964年、昭和39年に二代目演歌が亡くなったため、結局、翌1965年、昭和40年に六代目演唱が会長に就任することとなる。1961年、昭和36年くれ、読売巨人軍優勝祝賀会の余興に呼ばれるが、公演中に脳出血で倒れる。 三ヶ月の昏睡状態の後に復帰するも、その後の講座からは、以前の破天荒とも言うべき芸風が影を受た。この時を境に五代目、新章の、病前、病後とも呼ばれる。療養を経て復帰した五代目新章は、半身不遂となっていたため、講段で使用する、尺台を前に置き、尺台に左手を置いて、講座を務めた。1964年、 昭和三十九年、自伝、貧乏自慢を刊行。さらに五年後に過失して再刊されたが、いずれも、小島定時による聞き書きである。同年十一月、四守法賞受賞。1967年、昭和四十二年、長女が1964年、昭和三十九年に亡くなった二代目、演歌の息子と結婚したため、一時は演歌の遺族と隕石関係があった。 この年、君四頭髄法賞を受賞する。1968年、昭和43年、上野鈴本演芸場初席に出演。これが、最後の寄せ出演となった。同年10月9日、聖戦落語会に出演。これが、最後の講座になる。この時、二回染め木を演じていたはずが途中で、王子の狐に変わってしまったことをマネージャーである。 長女に指摘されたため以降,降、講座に上がらなくなったが、五代目、新商当人は引退した気などなく、少し休んで、やがて講座に復帰する意思は持っていた。1971年、昭和46年12月9日、妻、林政挙。12月11日に葬儀が行われる。その翌日には八代名文楽が政挙。 晩年の文楽は寄せや落語会に出演せず引退同様の状態であったが、講座に上がる気持ちは持ち続けていた。この年、すでに講座を去っていた文楽がウイスキーをお土産に、新章を訪ねて歓談し、別れ際に二人会の相談をしようと呼びかけていたと、家族が証言しいる。妻の葬儀でさえ涙を見せなかった新章だが、文楽の訃報を聞いて、 皆、いなくなってしまったと号泣した。1973年、昭和48年9月21日、自宅で逝去。去年83、改明は、昭封印子誉れ西雲、新昭庫寺。墓所は、文京区小日向田の韓国寺。現在では同じ墓に、息子の三代目新長も眠っている。一時、同じく息子の十代目馬生も、同じ墓に眠っていたが、 2011年に墓所を移転している。五代目新章の無名時代の経歴は、資料が乏しい上、当人の記憶もあやふやだったために小説ある。下記解明変歴と食い違う部分があるが、客中に示した資料のままとした。五代目新章は、幾度も、師匠がへ解明をしていることで有名である。度重なる解明の背景には、 借金から逃亡する目的と一向に売り出せない状況の打破を願う意味があったと言われている。解明遍歴には諸説あるが、ここでは一般的に知られている遍歴を記載する。四代目古今帝新章は新章襲名のわずか一年後、癌で没死した。新章を襲名した歴代の落語家は皆早死にしているとされるため、五代目を襲名する際に危惧する。 声が上がったが、五代目新章は、五代目は長生きして、看板を大きくすれば良いと取り合わなかったという。七代目馬生時代から五代目新章襲名前後の頃、落語全集の中に、実演の即記が掲載され始め、講談クラブなどの当時の落語雑誌に、小話や新作落語が多数発表されている。ただし、新作落語は、雑誌発表用に作ったもので、 実演用ではない。1932年、昭和7年7月以降の三代目古今帝神、馬時代、元町を日本ポリドール蓄音機から発売。七代目金原定馬製時代の1935年、昭和10年、日本ビクター蓄音機から SP レコードで宇治港を発売した。三代目古今帝神馬時代から五代目古今帝、新昇襲名後まで。 十数枚 SP レコードを発売している。戦後出演したラジオ東京、日本放送、NHK、電通制作地方局向け番組などのラジオ、放送用の音源や東方名人会での録音を大量に残し、それらをもとに各レコード会社が LP レコードやカセットテープで商品化した。21世紀に入った現在も、なお CD などの媒体で流通しており、 五代目、新章の落語を聞くことは容易である。その一方で、残っている映像は少ない。映画では、銀座カンカン娘に、落語家、桜亭新笑い役で出演し、短縮版だが、代わり目を7分近く演じている。また、一人で、戦記の虫を稽古しているシーンもある。この映像は、現在確認されている限りでは、五代目新章が、 演じる落語の映像としては最も古いものである。NHK での落語の講演映像としては、風呂敷、岸柳島、岡目、団子、梶じかが残されている。梶じかは、用語の録画で短く編集されている。ラジオ番組では、落語の中継や、録音の他に、インタビューや、ラジオドラマに出演。数は少ないが、ニュース映画や、テレビ番組にも出演している。 また1981年には NHK 特集で貧乏一代から五代目古本帝新章と題して現存する映像や当時の著名人に取材したドキュメンタリーが放送された落語の中継録音番組を除く持ちネタの多さでも有名でこの点では五代目新章と六代目炎章が戦後東京落語の双壁とされる限られた話を 徹底的に磨き抜くため演目の少なかった八代目文楽とは対照的である。など多数楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。